何？さっきのやつ。いや、よい。お主ごときには、己が命の誠の値打ちなぞわからぬじゃろ。まったく。わしがお主を導いてやらねば、なあ。わしの名はソティス。うん、始まりのものと呼ばれておる。悩んでるな。ソティス、ソティス。確かにわしはソティスじゃ。それに始まりのものか。一体誰にそう呼ばれておったの？気になるね。何を言っている？何？わしは今まで名前すら思い出せなんだのじゃ。それが宣告はするりと口をついて出た。おかしなこともあるもの、うん、なんじゃその顔は。おのが名前すらわからぬわらしと思うたか。ならばそのわらしに命を助けられたお主はどうなんじゃ。まっめっちゃ怒られる。ここでちょっとわらじいかなって言っとくか。上がった評価。たかが小娘一人救うために盗人の斧の前に体を投げ出しおって、わしがとっさに時を止めたから良いものの、あのままでは死んでおったと。マジか、時を止めたってなんだよ。お礼の一つも言えぬとはここから追い出された。そんなことはないです。そう、素直に感謝すれば良いのじゃ。わしも助けがいがあるというものよ、うん、しかしとっさとはいえ、よう時を止められたものじゃ。どうやったのか。この後どうすれば、時が動き出したらどうなるか。時が動き出したらどうなります。うん、再び時を動かせば、あの斧はお主の背に見事に吸い込まれ死ぬじゃろうな。当たり前じゃ。お主のせいでわしまでこのような目に。一体どうすればよいのかの。うん、時間を戻してほしい。時を止めたまま自分だけ動きたい。座して死をばと諦めちゃってるよ。最後時間を戻すよりかはさ、時を止めたまま自分だけ動きたいよな。えい、そのようなことができてたまるか。マジできんの？その結論に至るのか。うん、できそうじゃ。まったく世話の焼けるやつめ。巻き戻る時はわずかなれど、何が起こるか知っておれば命を守るのはたやすい。うん、では行くぞ。炎をその身に宿せし者よ、時の四すがをたどりて斧が答えを見出せ。おお、ここまで戻れ。さあどうする。おお、お前今何か。あ、なんだ。セイロス騎士団、ただいま参った。生徒を脅かす盗賊ども、覚悟せえ。おい、盗賊が逃げていくではないか。貴殿らは後を追うのだ。
さて、酋長たちも無事のようだな。と、そちらは？おっと、面倒な奴が来ちまった。ステージクリア、夜明けの遭遇戦、ターン6で終了。MVP 選ばれました。キミトリさん、おめでとう。デブ。やはりジェラルト団長ではないですか。お久しぶりですな。ベータテンション高いやつ来た。私のこと覚えておられますか。自称、あなたの右腕、アロイスですぞ。自称なんですね。団長が突然いなくなってから20年、ずっと生きていると信じておりました。相変わらずうるせえやつだな、アロイス。それにもう団長じゃない。今はただの流れの傭兵。そういうわけで、次の仕事があるから、またな。ええ、ではまたどこかで。ってそうなるわけないでしょうが。団長には修道院まで来てもらいますからね。ガルグマク大修道院か。へえ、そうなるよな。おや、もしかしてそちらの若者は団長のお子さんですか。赤の他人だ。逃げ遅れた盗賊の一味だ。そうだ、逃げ遅れた盗賊の一味だという選択、まずいな。赤の他人にしましょうか。またまたそんな冗談を。団長と雰囲気がそっくりではないか。貴殿にもぜひ大修道院を見てもらいたい。どこを願えるか。めちゃ嫌われちゃったかもしれん、ジェラルトさんに。どうかしましたか、団長。まさか逃げようなんて思ってませんよね。かのセイロス騎士団を相手に逃げ出せるなんて、さすがの俺も思ってねえよ。セイロス騎士団か。確かに腕が立つ者どものようじゃな。ほれ、あちらで呼ばれておるぞ。お主、さっさと行ってやれ。さっきは助かったわ。ありがとう。それにしても腕が立つの。いや、それほどでも。あなたは傭兵なのよね。しかもあなたの父はセイロス騎士団の元団長、歴代最強の騎士と謳われる怪人ジェラルト。団長とは知らんかったな。そんなことがあるの。何か言えない事情がありそうね。なあ、一緒に大修道院に来るんだろ。道中いろいろ話を聞かせてくれ、うん。ああ、俺たちは大修道院に併設されてる士官学校の生徒なんだよ。課外活動中に盗賊に襲われてな、ひどい目にあったってわけさ。あなたが真っ先に逃げ出すからじゃないの。そうだったそうだった。聞いてくれよあんた。こっそり俺だけずらかろうとしたところへこいつらがついてきたせいで、盗賊は揃いも揃って俺たちを追いかけてきちまった。とんだ笑い話さ。クロード、お前はそんなことを考えて皆のためにおとりになったものと思っていたが。そうに決まってるでしょ。言葉の表しか見ないようじゃメイ君にはなれないわよ。言葉の裏ばかり読んで猜疑心にまみれてもメイ君にはなれない気がするがな。おっと、帝王学の議論か。二人ともさすがだな。しかし猜疑心の塊の俺からしたら、まだまだ純粋なヒナみたいな応酬だぞ。ヒナ。口が減らないわね、あなたは。まあいい。それより今はお前のことだ。盗賊団の頭相手に一歩も引かぬ戦いぶり。俺ももっと強くならねばと思う。強くなれ。確かにそうね。あなた、帝国で働く気はない。何を隠そう、私はアドラステア帝国の。待て、エーデルガルト。それなら俺も話がある。今ファーガス神聖王国はお前のように優秀なものを必要としている、うん。ぜひ俺と共に王国へ。そこまでだ。まったく二人とも手が早いな。会ったその日に口説くなんてさ。俺は大修道院に向かいながらしっぽりと親睦を深めたいね。
まずはあんたの好みでも聞こうかな。どの国が好きなんだ。おやつら出自をことにするようじゃな。お主の好む国を答えてやるがよかろう。俺の好きな国、歴史ある大国アドラステア帝国、崇高な騎士の国ファーガス、神聖王国、新しい貴族の共同体レスター諸侯同盟。まあ多分これそれぞれ選択すれば、まあその出身の人のね好感度が上がるんじゃないかなと思いますので、まあ歴史ある大国アドラステア帝国でしょう。そうでしょうね。衰えたとはいえ帝国の培ってきたものは他の日ではないわ。おしゃべりはそろそろ終わりにしてくれ。大修道院へ向け出発。了解です。おっと、話の続きはまた後でだな。やれやれ、慌ただしいのう。まったく。じゃがあの小わっぱども、三者三様よの。エーデルガルトか、リミトリか、フロードか、エーデルガルトか。気品の高い少女だが、常にこちらを寝踏みするような目で見られているように感じる。リミトリか。誠実そうな印象を受けるが、明るさの中にどこか陰りのようなものを感じる気がする。フロードか。人好きしそうな笑顔が印象的だが、目が笑っていない気がする。油断できない相手かもしれない。わしと同じ見立てじゃな。ふぅ、かわい。また眠くなってきたの。おやすみ。お主、わしが眠っておるからと。さてさて、白雲の章を言ってくれるのね。大樹の説、三つの学級始まります。オグマ山脈から吹き下ろす冷たい風が弱まると、フォドラの大地は豊かな緑を芽吹かせ、一年の始まりを告げる。やがてその緑が大樹へとなるように、人々は自らの生が実り大きいものとなるのを祈って、年始を祝うのである。春ってことかな。遥か太古よりありし地フォドラ、天上より女神の見守ると言われるその大地は、三つの勢力によって統治されていた。千年以上の歴史を持ち、フォドラの南半分を支配するアドラステア帝国、うん、その帝国の北側、寒冷な大地を王と騎士たちが治めるファーガス神聖王国、そして大陸の東側で王をいただかず有力貴族による共同体をなすレスター諸侯同盟領。かつては戦乱の嵐が吹き荒れた大地も、今は三勢力の均衡により平穏が保たれていた。お、またアニメ。では修道院は初めてか。よければ後で案内しよう。このフォドラの縮図のような場所さ、いろんな意味でね。もうすぐ嫌でも目に入るわ。うわぁ、めっちゃでっけぇ。あれがガルグマク大修道院よ。
時のよすがに手繰り寄せられたのでしょうか。ここに来るのも何年ぶりかね。今さらあの人と顔を合わせたところで、うん、あの人とは来たことがあるか。あの人？ああ、お前もさっき中庭で見たろ。大司教、レア様さ。大司教とは何でしょうか。お前も知っての通り、このフォドラの住人の大半はセイロス教の敬虔な信徒だ。うん、そんなバカでかい教団の最高指導者が大司教であるレア様って。なるほど。お待たせしました、ジェラルトさん。大司教の補佐をしているセテスと申します。うん、ああどうも。久しいですね、ジェラルト。こうして再び開校できたのも主のおぼし召しでしょうか。長きにわたる音信不通お詫びします。あれから俺もいろいろありましてね。そしてその子が生まれた。あなたの子供なのでしょ。ええ、修道院を出て数年後に母親は病で死んじまいましたがね。そうですか。活躍はアロイスから聞いています。あなたの名は確か。黙ってウィル、名乗る。名乗るか。良い名前ですね。士官学校の生徒たちを救ってくれたこと、心より感謝します。ジェラルト、私が何を言いたいかあなたならすでに分かっていますね。セイロス騎士団に戻れでしょ。俺は構いませんけど、こいつは。ジェラルト、アロイスから聞いているはずです。私は一度下がりますが、この後彼らから話があるでしょう。彼ら。しっかりと耳を傾けておいてください。それではまた明日に。やれやれ、またセイロス騎士団に戻ることになっちまった。巻き込んじまってすまねえが、お前もしばらくはここで働いてくれ。マジか。傭兵として、雑用係として、雑用係として。いや、それが教師としてだそうだ。この修道院に士官学校が併設されてる話はさっきのガキどもから聞いたな、うん、で、ちょうど学級担任の教師が一人欠けちまったとかで、うん、アロイスの野郎、レア様にお前のことを推薦したの。マジか。こんにちは、あなたが新任の先生。渋くてなかなかイケてるじゃない。ああいや、俺じゃねえんだ。あとは適当にやってくれ。じゃあな、レア様には気をつけろよ。お前を教師にする意図が読めん。何かを企んでるかもしれねえ。まさかあなたなの。ずいぶん若く見えるけど。なに、教師の資質さえあれば年齢は関係は。いやー、教員免許持ってないんですけど。我が輩はハンネマン、紋章学者であり、この士官学校の教師である。ハンネマン、君は紋章を宿しているかね。一度我が輩の部屋に来て調べる。なるほど。私はマヌエラ、教師兼医師兼歌姫よ。よろしくね。医師、歌姫、医師。ええ、講義がないときは大抵医務室にいるわ。うん、私に会いたくなったらいつでもいらっしゃい。そしたら不必要な長話は後にしたまえ、マヌエラ君。さて、君も一つ学級を受け持つことになるわけだが、うん、まだどんな学級があるのか紹介さえされていない。そうですね。そういうことなら私から説明させてもらおうかしら。うん、士官学校には3つの学級があって、出身国ごとに所属が分かれているの。うん、まずはアドラークラスでね。アドラステア帝国出身の子たちがいて、今年の宮長は
なんと次期皇帝と噂される皇女のエーデルガルトよ。次にルーベン・クラッセ、ファーガス神聖王国から来た者が所属する、うん、今年の宮長は王子のディミトリ、彼もファーガスの次の王になる。やばいな。最後にヒルシュ・クラッセ、ここにはレスター諸侯同盟領の子が属しているわ。宮長は諸侯同盟の盟主であるリーガン公の孫クロード。時代の皇帝、国王、名士が揃い踏みとはなかなかとんでもない年になりそうだな。本当にね、厄介事だけはごめんだけれど、今日のところは校内でも見て回るといい。我が輩の部屋にも立ち寄ってくれたまえ。あ、そうそう、あなたが教師になることは宮長以外にはまだ伝えていないから、生徒たちと話をしてみたらいいわ。癖のある子が多いけれどいい子たちよ。詳しい話は明日レア様からあるはずだから。それじゃまたね。レア、考えを改める気はないか。あんな若者を士官学校の教師にするなど。いいえ、もう決めたことです。決めちゃったのか。それに心配しないでください、セテス。あの者はジェラルトの子供なのですから。そのジェラルトとやらも信用できない。21年前の大火の折に失踪した男。そうなのね。今はフレンもいるのだ。不安の種を増やすのは控えてもらいたい。セテス、彼らは大丈夫です。それよりもシャミアから報告があった不審者の件が気になります。教会に悪意を持つ者がこのガルグマクに出入りしているのなら捨ておけません。ああ、その件もあったな。引き続き調査を進めさせよ、レア。今は君の言葉を信じるが、何か怪しげな点があったその時は。読んでるな。いろんな人がいるね。散策、大修道院内を散策します。画面左に次にやるべきことが表示されます。見えた時は参考にしてみましょう。はい、といった感じで、散策パートに入りましたのでね、一旦一区切りつけようかなと思います。いや、まあ最初はね、あのムービー多めでしたけども、まあ次回からは、ゲームの方を進ませていきましょう。とりあえずこのパートはこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。